皆さん、こんにちは。米友が世間を見る。えようこそ。今日は、2022年12月26日、月曜日です。引き続き、中国に注目しましょう。感染者数と死亡者数の急増により、中共衛生健康委員会のホームページでは、感染に関する日報の更新を停止しています。中共当局は、感染拡大の状況を報告しない以外にも、3つのことを行っています。1つは、新型コロナウイルス肺炎の名称を、 新型コロナウイルス感染症に変更したことです。この変更は今のウイルスがそれほど深刻ではなく、肺炎にならないことを意味しています。さらに1月8日付で新型コロナウイルスに対する防疫管理措置が高類感染症管理から解除されます。つまり感染症としての管理レベルを下げ、中国の感染症検疫管理対象から外しました。1ヶ月前はまだダイナミックゼロコロナ政策を貫き、 鶏、カモ、魚、野菜、宅配、蛇口など、すべてに PCR 検査を行っていたことは、まだ記憶に新しいことでしょう。それがいきなり逆転したため、今のやり方に戸惑います。これは一体、ウイルスが変わったからでしょうかそれとも、政府が変わったからでしょうか新型コロナウイルスへの管理レベルを下げたことに加え、二つ目は、1月8日から入国者への強制隔離を廃止することです。 これは12月26日に中共衛生健康委員会が発表した声明文の中で述べています。中国への訪問者は健康コードの申請や入国後の隔離は必要ありませんが、入国前48時間の陰性証明は必要です。3つ目は国際便の運航数への規制を解除し、中国人の海外渡航を再開したことです。1ヶ月前は中国人のパスポート申請を制限し、 必要以外は出国させない方針でした。中共のこれらの真逆の政策を見て、皆さんも私と同じように頭がうまく反応できないかもしれません。私たちはこのウイルスを中共ウイルスと呼んでいますが、中共は本当にこのウイルスを自分のペットのように扱っているようです。中共指導者がダイナミックゼロコロナという命令を下すと、ウイルスはゼロになり、今度は集団免疫や全国封鎖解除という命令を下すと、 1>, 1ヶ月も経たないうちに、ウイルスはみんな死んでしまったようです。このような動きは、以前にもあったかと思います。過去の大躍進政策も、死骸、蚊、ハエ、ネズミ、スズメ撲滅も、文化大革命も、すべてこうして動いていました。中共の指導の下で、できないことはありません。毛沢東の欲望は、天よりも高く、神様や大地や人間と戦って限りなく楽しむこと、 というものでした。当時を経験してきた人は、毛沢東の手書きした、人間の力は必ず神に打ち勝つというバツとスローガンを今でも覚えているでしょう。これらのスローガンで感情が急激に高まり、一瞬で何でもできると感じた人が、どれだけいたのでしょうか。全民運動さえ行えば、一棒30坪あたり5トンの農作物を生産できる。1ヶ月でチップを作り出せる。ウイルスをゼロまで滅ぼせる。 ひいては、1ヶ月で集団免疫ができ、ウイルスとの共存をも達成できます。今このようなスローガンを聞くと、本当に呆れてしまいます。中教のキャンペーンのような貿易で、本当に神様に勝てるのでしょうか。中教の発表によると、今の感染状況はもはや深刻ではないとのことです。しかし実際は、今回の感染者数と死亡者数は、想像を絶する人数なのです。ネットに投稿されている動画では、 安置所に積み上げられた遺体や遺体袋、納骨や仮装のために長蛇の列ができている映像が映し出されています。このような大量死は本当に衝撃的であり、中共の幹部でさえ見るに耐えられないでしょう。あるツイッターユーザーの投稿によると、北京のどの病院の遺体安置所も死体で溢れ、北京玉泉園にある冷凍肉倉庫は1万5000体近い遺体を保管し、 倉庫の外にも多くの遺体が積み上げられているとのことです。現場を視察に行った北京市委員会の初期は自らも熱を出し、その様子を見て大声で泣いて、遺体をそのまま外に放置してはいけない、もっと冷凍倉庫を探さなければと言いました。この北京市委員会の初期が引力のことを指していたのかどうかは不明です。しかし、大声で泣いたのはもしかして自分も感染し、その遺体の状況を見て、 心を痛めたのでしょう。両親のある人なら、これほど多くの死体を見たら、衝撃を受けることでしょう。共産党員の中にも良い人がいることは否定しませんが、だからといって、宗教の邪悪な本性が変わるわけではありません。中共当局は、多くの人が亡くなったことに、決して罪悪感を抱くことはなく、今でも本当の数字を国民に伝えていません。真実を隠すのが、彼らの国民に対する変わらない態度なのです。 北京でこんなに多くの死者が出ているため、多くの人がネットで当局に、真相は一体何と問い詰めています。最近、中国各地から一刻も早く集団免疫の実現を求める声が聞かれるようになりました。また、日経アジアの元中国支局長である中澤克次氏は、中国が突然ゼロコロナを放棄したのは習近平自らの命令だという情報筋の話を記事にして掲載しています。 中国の政策実行は、中南海に二組の指導者がいるため、混沌としています。つまり、習近平は過去のゼロコロナ政策、そして今の集団免疫と全国の封鎖解除を自ら支持し、決定しています。欧米諸国も集団免疫を実行しており、中国も当然解除すべきなので、これらの政策は問題なさそうに聞こえます。でも中共はいかなる政策を実行するときも、党の最高権威と、 永遠の偉大さと正しさを示すために、科学や自然法則の尊重を拒否します。当然、党の意思での政策実行には問題が生じます。中共は自分ができると言ったら何でもできると思い、ゼロコロナ政策をすればウイルスは消滅できると思い、集団免疫を求めるといえばウイルスは人間と共存でき、ウイルスは中共の思い通りになると思っているのです。しかし、 現実はどうでしょうウイルスは消滅したのでしょうかゼロコロナ政策をした中共は、ウイルスをゼロにできないため、感染者数をゼロにするしかなかったのです。今、ウイルスと共存するため、大悪心政策のやり方で封鎖を解除し、強制的な封鎖解除をし、適切な医療保障は一切行わず、国民全員の要請を要求しているのです。中共当局は、全員を確実に感染させるため、 水道水や飛行機からウイルスを撒いたのではないかと疑っている人もいます。12月23日、あるネットユーザーは自宅の水道水は陽性かと題した記事を投稿しました。そのネットユーザーの子供は好奇心旺盛で水道水を抗原検査キットでテストしたところ陽性と判明したそうです。その子の父親が博士で念のため自分でもう一度テストをしてみました。父親は水道会社に手紙を書き 水道会社は予防管理機関に連絡して問題を明らかにするように提案しました。もちろんその後の連絡はありませんが、水道水が陽性になったという結果は尋常ではないのです。水道水にウイルスを人為的に混ぜ、全員に感染させることが目的なのです。これにより、ほとんど外出せず、人混みを避け、パーティーにも行かず気をつけていたのに陽性になった。 以前は多くの人が PCR 検査で混雑していても陽性にならなかったという疑問をそのネットユーザーが問いたのです。また、暗光市、乱光圏に住む人が数日前に荒れ地で山菜をとっていたという動画が投稿されました。空を見ると白い煙を噴射している飛行機が見え、帰宅すると陽性になっていました。また、息子と屋上に上がった時、空にぐるぐると巻き上がる白い煙を見たという人もいました。 飛行機がぐるぐると回りながら噴射するのは異常だと思ったそうです。多くの場所で飛行機から白い煙が上がり、その後広い範囲で陽性反応が発生していることが確認されています。つまり政府がウイルスを撒き散らしていると人々は認識しているのです。空気や水でウイルスに感染し、誰もが陽性となったのでしょうか。すると飛行機が毒を撒き散らしているという噂を払拭するため、 政府が登場したのです。この SARS の起源は自然発生ではないという本をご覧ください。本書は中共の生物兵器がどのように投与されたかを詳細に記述したものです。最も一般的な方法はエアゾール散布と書かれています。理想的な気象条件のもとで 50kg のエアゾール化した炭素菌画法を住宅地の風上 2km にある航空機から散布した場合、 エアゾールの雲が住宅地を通り、人口の40%以上が感染する計算になります。宗教が噂を流すときは、ほとんどが真実であることは周知の事実です。なぜなら、彼らはいつも自分たちの悪行で弱っているときに、噂を流しに行くからです。飛行機や水道水を通じて、毒を散布する可能性は非常に高いと言えます。なぜなら、あらゆる場所で迅速な集団予防接種を求め、 早く経済を回復させたい中国共産党中央委員会の方針と一致しているからです。その可能性は低いとする意見もあるでしょう。習近平はそこまで馬鹿ではないだろう。何しろウイルスは制御不能で油断すると自分も家族も巻き込んでしまうのだからと私も以前同様なことを考えウイルス放出への疑惑は習近平の性的ではないかと疑いました。しかし今は誰がウイルスを放出していたのか 結論は出せません。中共、習近平政権であれば納得がいくのですが、習近平のゼロコロナ政策は、毛沢東の人は必ず天に勝つという闘争哲学を受け継いでいることを示したものです。勝てない戦いはないというのが習近平の考えです。彼はウイルスをコントロールできると考えており、もし彼が道を示せば、ウイルスは攻めたいところへ攻め入ると考えたのです。 このような傲慢さと無知はいつの時代でも中教指導者の特徴です。その結果、葬儀屋、電話室、仮葬場、冷凍庫などはみんな凄まじい稼働率です。これは共存ではなく、凶暴なのです。もちろん中教にとっては何人死のうが知ったことではありません。当時毛沢東は中国6億人のうち半分が死んでもまた3億人が残っている。 私が誰を恐れるというのかと狂気じみた言葉を吐きました。今、習近平が暴力的にロックダウン解除したのも中国人が大量に死んでも構わないと思ったからやけになって行動したのでしょうか。あるいは彼はまだ別の考えがあるかもしれません。これを機に老人、病人、障害者を処分して多額な老後資金を没収し、経済を活性化しようとでも思っているのでしょうか。 今日の中京メディアの見出しを見ると、習近平がまた愛国的な衛生運動を展開するようです。いくら国民の健康や安全のためという壮大な理由があっても、実際にはこれも天と戦って楽しむための章でしかありません。愛国衛生運動は政治的なもので、健康がポイントではなく、愛国心と運動がポイントなのです。この運動を通じて習近平は再び、 自分と中教の無知と傲慢さを披露することでしょう。実は人はその運命に至るまで神より優れていたことはないのです。お金や権力を持っている人が1万年死なずに生きられる保障はありません。国家の攻防は個人の意思で決まるものでもありません。法律の前に全員を平等にすることは不可能ですがウイルスの前では誰もが平等です。暴力的なロックダウン解除は共産党幹部とその家族に 容赦なく襲いかかりました。最近、習近平の母、最新の死去が噂されていますが、その事実はまだ確認されていません。当局は、関東省の慰問すべき官僚幹部のリストに、最新の名前を載せるなど、懸命に噂を払拭しています。しかし、名簿の名前だけでは何のことかわからないし、生きているのか死んでいるのか、まだ不明です。また、主要機が病死したため、 共済ホテルの証明がついたという噂もあります。最新は96歳、収容期は94歳ですから、二人とも病死した可能性があります。何しろ、ウイルスに耐えられる年齢ではありません。しかし、仮に本当に病死していたとしても、当局はあえて何も言わないでしょう。今、その病院の医師が集中的に死亡したという情報さえ404例となっています。中共が最も恐れるのは、 政権が不安定になることです。そんな大臣クラス以上の交換、国内最高の医療を受けられる特権階級までが集中的になくなっていると国民が知れば、国民にパニックが広がり、中共は大変なことになるでしょう。ですからたとえ死んでも、中共は真実を隠そうとしています。最近、超落祭や王子姉が伝染病にかかって入院したという噂や、いくつかの会議で軍の交換が雲隠れし、 陽性と疑われたことがありました。このほか共産党の開国中将である王金さんの長男、王正鳳が伝染病により77歳で死去し、上海科化,化生物社の創業者、当異国が伝染病に伴う持病により、66歳で死去したことなどが最近になって通知されました。当異国の不法は検索リストの上位に表示されるようになりました。彼が設立した科化,化生物社は中国最大の 医療診断用品メーカーであり、彼の会社は疫病が流行した3年間に大儲けしました。拡散企業はこれまで全民拡散運動で莫大な利益を上げてきましたが、残念ながら黒い金を儲けすぎたため、早くもその報いを受けることになりました。人間は本当に天や自然に勝てると思いますか ?2003 年に流行した SARS は跡形もなく消え去り、ウイルスがどのように消滅したのか、 誰も知りません中共は人間は自然に勝利する運命にあるという考えを中国人に植え付け天地神明や自然の摂理を軽視し傲慢な態度をとるようにさせましたこの世で鶏が先か卵が先かという最も単純な問題にさえ答えられないのにどうして共産党が世界に誇れるというのでしょう古代の人々は星空の偉大さを目の当たりにしてこう叫んだと言います 冬を天地に寄す、病たる一族のみ、この無病の宇宙の中で、私たちはなんと小さな存在なのでしょう。アリは平面の世界しか見えず、私たちは立体の世界しか見ることができません。アリは人間の存在が一瞬にして自分の生死を決めるとは知らないし、人間は自分の運命が神の手に委ねられていることを知らず、自分次第で本当に全てを変えられると思い込んでいます。 この宗教の理論によって多くの人は無心論に洗脳され科学を少しは知っているつもりでも傲慢で無知な人が多くなってしまったのです。もちろんウイルスをコントロールできるのは神だけであると彼らは知りません。ファールンゴンの創始者である理工師氏は2020年にこの疫病に対する教問理性を執筆されそこには人間は自分自身のここが良くない改心の機会を与えてくださいと 心から神に懺悔すべきです。これこそ対策であり、特効薬なのです。と、明確に示されました。12月21日、WHO の田瀬事務局長は、世界的に見ると、COVID-19 による死者は、ピーク時の10%以下であるが、パンデミックが終わったというのは早い。と述べました。世界的に大流行が終わったというのは、時期尚早なのです。ジョンズ・ホプキンス大学の感染症専門家である、 スチュアート・ロイ博士も中国は非常に大きな人口を抱えながら集団免疫力が限られていると述べています。これは新たな変異ウイルス発生の温床となる可能性があります。つまり新しいウイルスの系統ができる可能性が高いのです。多くの専門家はこれが再び世界的な大流行につながることを懸念しています。私たちは大自然の前ではなんと小さいことでしょう。どんな人災や天災も 変えることができません。しかし、このパンデミックの中で、自分を見つめ直し、改心の機会という万能薬を得て、神様の祝福を受けられるようになればと願っています。では、皆さんありがとうございました。ウェイユーが世間を見る。また次回お会いしましょう。素敵なホリデーシーズンをお過ごしください。